トール君、芝から人生2回打ったことあるでしょ。2回も打ったことある。2回やってるよね。2回やってる。そうだよね。うん、やっぱりさ、視聴者の方もちょこちょこ言ってくださってるけど、うん、やっぱり登録もそろそろショット打った方がいいと思うんだけど、うん、登録見てて、うん、ドローヒッター、フェードヒッターだと、どっちを打ちたい。平井博明のワンナップゴルフ。俺はやっぱり師匠に習って、うん、右のポケットを破けたいから、うん、ドローだよね。なるほど、うん。じゃあ、多分相当上達するのは早い。ドローの方が簡単だから。あ、そうなの？全然簡単。ドローを打つの簡単だし、ドローを打とうとしてる人は多分、うん、日本全国で8人ぐらいでドローの方が多いんじゃないの。打ちたい人がね。打ちたい人。ドローの方が簡単なの？フェードより？フェードを打ち切れる人は、うん、多分日本のゴルフ人口で言ったら、1割2割じゃない、うん、そんな少ないの。うん。スライスはいっぱいいるよ。ああ、なるほど。うん、なるほど、なるほど。プッシュアウトいっぱいいるよ。プッシュアウトはね。プッシュアウトスライスはいっぱいいる。うん、だけど、フェードスライスを打てる人はいないから。そうなの。打ち切れる人は。少なからず、ゴルフ場のレッスンと、ワンナップゴルフのレッスンで、うん、まあ変な話、一人もいないんじゃない？今まで。そう。打ち切れた人。もともとその、じゃドローヒッターです、フェードヒッターですっていう自分のその持ち玉っていうのも、フェードの方が少ないの？少ないんじゃないかな。ほんと、今現在の、右ハンドル、左ハンドルぐらいの印象ぐらい。うん、だから左の方がさ、ちょっとさ、うん、って思うじゃない。今、より少ないしね、左ハンドル。そうでしょ、うん。フェードヒッターって聞くと、フェードヒッターってやっぱ珍しいっていう勝手な反応になる。あ、そうなの。そう。ドローヒッターなんだよって言われても、あ、そうなんだって言うけど、フェードヒッターって、フェードヒッターなんだっていうぐらいの反応になっちゃう。なるほどね。それぐらいフェードを打ち切れる人。って俺は見たことないな。あれ、たけちゃんフェードヒッターなの？喫水のね。出玉の出方が鬼だっけ？そうなの？うん。鬼フェードなの？いや、めっちゃ綺麗なんだけど、うん、あのラインに出せんのっていう感じのフェードなんだ、うん。出玉がだってあそこに出せる人いないでしょって。なるな。そんな難しいの？たけちゃん両方打つんだけど、うん、もともとフェーダーだから。ああ。じゃあドローの簡単なんだね。簡単簡単簡単。ドローも難しそうな感じですけど。うんと、変な話、うん、ドローって、うん、クリーンヒットするとしたら、うん、もう寝かせたり振り遅れたりしたらドローは出るからね。うん、フェースがちゃんとその後帰ろうとすれば。でもフェードは、うん、ほぼほぼ完璧に全部が動かないとフェードは打てない。あ、そうなんだ。そう。ミスれないんだ。そう。で、回転しないからみんな。はい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 、体上半身、うん。だから左に引っ張れないじゃない、うん。その時点でフェードとスライスは決まらないじゃない。みんなだってさ、こうやって打ちたいでしょ。そう、打ちたい。そう、だからドローが出んの。あ、そうか、そうか、そうか。そんな、こうやってドローが見てたってさ、ドローになってるけど、なってるけど、こうやって。なってるけど、ほんとだね。そう。あんなんさ、ほんと。こうやって打ったら。すごいね、何それ。言っちゃえば本気で楽だから。そうなの？そう。インサイドから入れたいんでしょ、みんな。うんうんうん、そう。で、インサイドから入れて、うん、こうやって肩止めてこうやって打つんでしょ。うん、ドローしか出ないから、本当に。ああ、そうか。そこで、ダフリトップとかって悩んでる人は、うん、クラブが出てないだけだから。うん、もう、それが確定。うん、だから、インサイドから入れて、うん、こうやって入れて、うん、肩止めて、うん、ヘッド走ったら、うん、こうやって、アイボールしか出ない。うん、だから、あれは簡単なの。本当はドローって。ただフェードって遠いところから左下に引き寄せて打つじゃない、うんうんうん、だから動きが完璧じゃなくて打てない。ちょっとでもネタって打てないし、ちょっとでもフェース開いたらスライス出ちゃうし、はいはい、そう、左にまず引っ張ることができないから本気で、こっちに回転する癖がついてないからね。ドライバーでだからやった方がいい練習。超いいフェードでした。これ使えてる。うん、そうだね。ああいうふうになっちゃう。
厳しいな。フェードの方が回んなきゃいけないんだ。回んなきゃいけない。こういう、こういうバッチリに取ってたらフェード打てない。あ、そう。そう。こうやって動かなきゃダメ。こうやって。バックスイング、こうやって。縦回転、横回転だから。縦回転、横回転。あ、そうなんだ。それができてなかったらフェード打てない。難しそうだね、確かに。そうそうそう。バックスイング、フォローする。なんか何言ってる？なんか武術の達人？そう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 。4000年の歴史ですだから、多分だよ。わかんないけど、フェードが多分一番上手いのは、多分ブルース・リーがある。そういうことになっちゃうね。そう。ジャッキーかブルース・リーですよ。考えてないんですよ。感じてるんですよ。そう。ごもっともですね。ドントスインクフィールだからしょうがない。こっちに上げて、本当にアウトサイドインなんだね。そう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 。思いっきり。そう。それを、アウトサイドインって言うと、必ずやるべきこと言っていい。クラブだけアウトサイドインだって。何それ何それ、もう一回取り直していい？アウトサイドインに来るんですよ、フェードスライス。そうだね。そうやって言うでしょ、そしたら必ずやる出来事がある。クラブだけアウトサイドイン。クラブだけアウトサイドイン。ああ、そうだね。そう。俺が見てきた中でプロアマ含めて完璧なフェード打てる人って、体の動きがアウトサイドイン。あ、そうで、クラブは体腕で持ってるから、それにつられてクラブがやっとアウトサイドになるから、いいフェードは決まる。皆さん大好き、体の話。そうよ。クラブの話じゃない。そう。クラブの話は毛嫌いするから。でも、アウトサイドインってなると、アウトサイドインを嫌がるでしょ。で、そのアウトサイドインを嫌がった結果っていうのは、クラブだけアウトサイドインをこうやってやってるから。その時だけなんで、そうだね。その時だけクラブ大好きになっちゃう。そう。あれ、ほんで、インサイドアウトになった瞬間に、体だけ。して、肩こうやってやって、開かないで、こうやって、打って、あれあれあれって。クラブが、逆だよ。そうだね。クラブがインサイドアウトのじゃなくて、体がインサイドアウトのだけなんだ。そう。だから、逆、フェードだったらさ、そんだけドローってこうやって打つんだったら、フェードはさ、こうやって打ってあげなきゃダメじゃん。あ、そっか。そう、これやんないから。だから打てないのよ。だからスライスが止まんないのよ、スライス打てないから。あ、そうだね。確かに。ボール打ちたくてこうなるんだったらそうだね。そう。だからスライス止めるんだったらスライス打たなきゃダメ。だからインパクトでドロー打つってこっち向いてんだったらフェード打ちたくてこっち向いてなきゃダメでしょ。そうだね。そう。だからインパクトの時こうやって向いてなきゃダメ。左に引っ張れる。そうだね。ああいうの多分。だから結構ね、逆が多い。そうだね。そう。で、ドロー打とうとしてダフる人、インサイドアウトにしようとしてダフる人なんかも一緒。クラブだけインサイドアウトにしてるから、こうやって。ああ。そう。インサイドアウト、軌道を変えるのは体だから。そう。だから、向きね。そう。こうやってやった時に、ここでもインサイドアウトになってんのに、OK、インサイドアウトね。つって、インサイドアウトになってんのに、インサイドアウトから入れる。さらにね。そう。二つはいらない。一つできない。そう、アウトサイドインもそう。こうやってやって、アウトサイドインに入れんのねって、体のラインにこっち向いたらアウトサイドインになるじゃない、OK、アウトサイドインねって、こうやってる。こうなるから。だからうまくいかないでしょ。レッスンしてるとよくわかる。そうなんだ。そう。変な質問していい？いいよ。ドローを打ちたくて、インサイドアウトなのにめっちゃ回転したらどうなの？こっち側に回転する。そう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 。できないの？それは。インサイドアウトで回転するのか。まあ、パッシュアウトか、きついフックになっちゃう。あー。あれが、お願い。
つまりまあ動きとして意味わかんない感じになるわけで、無理やりになっちゃうけど。そう、両方やっちゃってるような感じ。あ、だからちょっと安定しないかもしれない。そうだね。ただ、うん、逆よりいいかも。アウトサイドインで曲がんない、曲がんなかったらどうなんのって言われたら、うん、多分いや折れちゃうかもしれない。折れちゃう。折れちゃう。折れちゃう。やばいじゃん。でも多分できないんでしょ、それって。その、なんて言うんだろう。だからフィニッシュ取れない人、うん、今のすごいいい質問で、うん、逆に言えばフィニッシュ取れない人はそうなってるから。あー、だからもう、あべこべだから、本当はそういう動き、人間はできないってことだよね。そう、無理やりやってるから。そうだよね。あ、とにかくフィニッシュで、止まってみなって。うん、こうやって。うん。ボール落ちる。この間の栃木から来てる女性の方、うん、フィニッシュ取れなかったら、うん、レッスン代1万円ずつ上がっていきますよって20万すごい儲かっちゃって。おでもね、うん、栃木から来ていただいたから、うん、もう特別ですよ、うん、2時間の料金でいいですって。嘘、すごい負けてあげてんじゃん。本当よ。絶対フィニッシュ取ったらいいスイングする人なの、うん、その方で、結構リピートしてくださって、うん、本当ね、フィニッシュがね、だらしなかったの、うん、でもちゃんと取るとめっちゃくちゃ綺麗なスイングする、うん、そう、だからボール落ちるまで必ず取ってください、うん、そういうことも大事、やっぱり丁寧にやるってことが大事よね、うん、そういう練習を意識としてやっていただいた方がいいです。今回はですね、トール君ドローを打つってよっていう動画撮ってきました。そう、ドローの方が動きとしてはどちらかといえば楽なんですよ。簡単なので、クラブが振り遅れなかったり寝なければドローを打つことはできますけども、うん、ただやっぱりスイングの基本としてはフェード系、ストレートフェード系を練習していただいた方が、必ずアドレスのラインよりも練習なんかではちょっと大げさに左に出してちゃんと右に返ってくるスライスとかフェードが打てるようになってくるとストレートボールが打ちやすくなるので、ぜひその練習もですね、ちょっと遊び感覚でやっていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。